土浦新地バイパスは、茨城県の土浦市内を走る、国道125号のバイパスである。国道125号、土浦新地バイパス、土浦市大畑土浦市若松町から同市、高岡までの区間を指す、国道125号のバイパス道路の一つ。同市並基地内で、常磐自動車道の土浦北インターチェンジに、接続する全線4車線の重要な、 幹線道路である。バイパス名の新張は平成の大合併で編入合併で消滅した旧自治体である新張村を指す。現在は国道125号の現道になっており、国道のバイパス機能としての意義は薄れている。バイパスに並行する旧道は土浦市学部6丁目の学鍋交差点から高岡までの区間であったが、二千十五年末現在は 茨城県道199号と交差するパープルライン入り口交差点から藤沢を経て、高岡のバイパス終点までの一部区間が国道指定が残るのみとなっており、これ伊藤の真鍋から並木にかけての区間は国道指定を外れて土浦市道に降格している。土浦新地バイパスは常磐道。 土浦北インターチェンジへのアクセス道路でもあり、交通量の多さから来る渋滞の緩和と円滑な物流輸送路の確保を目的とした4車線化する改築事業である。事業各館は土浦市大畑つくば大島間で、設計所限は道路幅員25メートル、4車線、規格区分は3種2級、設計速度は時速60キロメートル。 国道6号と664メートル重複。ありがとうございます。